はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル暁大付属で、やっていきたいと思います。ちょっとずっとね、暁大付属が続いてますけれども、やっぱりね、暁大付属は楽しいですね。あ、サクセスやってるっていう感じがするんで、で今回は投手を、やっていきます。で、イベントデッキの方なんですけれども、前回の、波動ガチャで手に入れた騎馬がプラゴになったので、45にして騎馬を入れてます。で、あと一ノ瀬ですね。一ノ瀬はプラ4になったので、まあレベル40まで上げて、固有を発生させて、使っていきましょうというところですね。で、あとはちょっともう本当に毎回毎回入ってくるこのお二人、四条兄弟で、そうすると、四条兄弟が前イベで、一ノ瀬も前イベで、騎馬も前イベなんで前4なんですよ。まあやっちゃいけない前4なんですけれども、まあ騎馬のねイベントは切るんで、全部で2つと。で、スミカちゃんもイベント自体は多くないので、まあ、なんとかなるかなっていう感じですね。で、技術要員としてマヨムラを入れてます。で、マヨムラからはハイスピンジャイロかな。で、精神がかなり稼げるのでクオン君を入れてますと。まあ、強心臓を取りに行きましょうという感じですね。で、あと今その騎馬の挑戦状が来てるんで、まあ、ちょっとそれ用の投手を作っていこうかなとも思ってます。まずコツ、一ノ瀬か。一ノ瀬はくれるコツはないんで変化球ポイントですね、もらっていきましょう。で、そうするとね、変化球1球種をね6までちょっと上げたいんですよね。一応変化球6で三振を取れみたいなのが出てきたので、で追求はしなくていいでしょう。あとはこうどう減らしていくかなんだよね、結局。変化球評価を上げたいけれども減らせられない。やっぱりここはカウントを減らしつつ評価が上がるところを狙っていくかな。もうワンタックだけとかだったら評価下げの方が重要だと思うんで、全員打倒するときはね、もう毎回ギリギリなんで、本当にね、四条兄弟がいなかったらもう絶対無理でしょうっていう。ちょっと一回四条兄弟なしでやってみようかな。やったことないんですよね、四条なしで。ここはね、四条が5つ、騎馬のコツがありつつ、スミカちゃんがいるんで、ここはやっていきましょう、これで。よし、伸び。伸びはでも5欲しいよね。アピールはね、どうしようかね、ギロッポン。四条はまあそれなりに減ってるんで、まあ1増えちゃうけど、ギロッポンを減らしておきましょう。マラソンもあるんで。で、あとスミカちゃんが彼女になる前に四条を倒しておかないといけないんで、四条の評価ポイントを早めに下げたいと。ここは精神がな、6なのないからな。ネオ、前4だからね、告白がどうなるかっていうところですよね。とりあえず四条の、普通のイベントは来ましたと。そう、あと暁大付属はね、打倒しないとタッグが組めないんで、まあ、一ノ瀬はね、なるべく早めに打倒しておきたいですね。ここはね、このコントロールもね、普通だったらいいんだけど、やっぱりちょっと余剰を減らしに行きましょう。で、余剰の金徳ですね。まあ、これはね、鉄腕が確定なんで進めていきましょう。で、基本的にね、ただ自分はね、調子優先でパワチャで出してるんで、基本的にね、絶好調のやつしかね出てこないっす。だから鉄腕とかね、別に実能力からすると自分の布陣ではいらないんだけど、まあただ金徳としては優秀ですからね。お、焼肉いいところできた。あともう一人、
まあこいつでもいいか。スミカちゃんの評価が上がるのもめっちゃ助かる。で一ノ瀬の金徳ですね。これは進めていきますか。まあ、低め丸が確かこの布陣だと取れないんで普通にミスターゼロ狙いに行きましょう。一ノ瀬の変化球ポイントを取りつつ、さてさてさてどうしようかね。これは、まあ、八島も下げられるんで、スミカちゃんの評価自体はまだちょっとわからんか。六本木とか二宮ね、早めに下げておきたいんだけどね。これも悩むな。どうする、変化球でいくか。やっぱりまあこのね、変化球キャラのコツがないっていうのをどう見るかですよね。おお、これもなかなかいいタイミングできてるね。やっぱりね、体力回復イベントは無駄にしたくないですからね。でスミカちゃんを誘ってタイピンを取りましょう。強心臓を取りに行くんで。さてこの評価上げでもうスミカちゃんは多分大丈夫な気がするんだけど、そうするとやっぱり余剰だな。早めに勝たせておきたい。余剰最優先。よし、ギロッポンもいるね。あと1位で次ちょびっと体力回復して練習ができるかな。でメンタルを鍛えろ。マクオン君の金徳ですけれども、ちょっとここはやる気を削って経験値を取りに行きましょう。確かね70くらい手に入るんですよね。36か72ですね。いやほんとすごいわ。あ、これもねちょっと頼むぞ。基本的にねこういうカウントが下がるやつは失敗してほしくないですね。よし、 OKOKOK。 これでね2人下がるのはでかい。さて15% くらいあんのか。 10% 3人いるね。これはちょっとやっちゃうか。打倒余剰。まあ、スタミナが上がってもっていうところはあるんですけど、そこはねしょうがないですね。チームメイト評価も上がるんでよしとしましょう。でこれでギロッポンが2位下がるんで、いいねいいね、来るね。これはちょっと体力回復を狙いに行きましょう。フルーティー、まずーいマジか。さてどうする。ギロッポン3か。1回寝て、で練習の鬼。これはちょっと体力があるんで体力の上限を上げていきましょう。一番下だと回復ですね。コツが来てますね。スミカちゃんはもう大丈夫だな。眉村か。眉村はねコツを、いいコツがあるんで、ここもねクオン君の評価上げをしつつっていうのがあるんですけど、六本木打倒を先にやりましょう。三本松は早めに倒しちゃっていいかな。七位がね上がるんだけど、おーしおーしおーし、本当は7位の方を先に倒したいんだよな。これは下で、一応ここあの図書館じゃなくて本屋さんみたいですね。そういえばキャッシュコーナーがありますね、一番後ろの方に円って書いてあるやつでもさ、公衆の面前でさこんなのやるのもそれもまたすごいよな。よしよしよし、これでまたギロッポンが下がったな。体力を回復しつつ、まあ、メンタルは余剰がいるんで上げてもいいでしょう。倒せるときに倒す、これがガツキ大。
で、あと二宮か。二宮がな、どこまで減ってたっけ。全然減らしてない気がすんな。で、眉村の通常イベントですね。まあ、これはバント封じのコツをもらっておきましょう。敏将はね、騎馬からもらえるんで、騎馬は切りますから。で、メンタル3本待つか。どうする。早めに倒しておく。7いってでもあんまりな、下がんなかった気がするんだよな。二宮をね下げたいんだけど、ただね、ここも騎馬クオンで7位が下がってつくもが下がるっていう、ここは休息かな。やっぱね、ガイアシリーズの人たちがちょっとめんどくさいですね。基本的にガイア倒すと他のガイアがみんな上がるんで、二宮と怒り、そう、怒りもね、あんまりほったらかしにするとね、結構カウントが上がってくるんですよね。ここは二宮を減らしつつでいきますか。さて次、精神がなければデートをしましょう。回復がてら。よし、しっかりカウントも下がって、で、眉村の金徳はハイスピンジャイロを取りに行きましょう。騎馬からね、ジャイロボールが取れればいいんですけど、一ノ瀬コーチくん、一番上はね、成功と失敗があるんで、成功すればでかいんですけれども、これは普通にコーチをしてもらいましょう。まあ制球力をつけて技術ポイントをもらいましょうと、50ももらえるんで、まあここはデートですね。スミカちゃんの1回目と。11月か、やっぱり早いね。でもこのさ、デート内容ってさ、結構疲れそうだよね。待ち時間はね、やっぱりね、かなり体力を使いますよ。お、7位。まあ回復ができるけど、とりあえずは減ってくれればいいや。おおおお、ここら辺のイベントが、まあしょうがない。コツ、騎馬か。騎馬やりたいけどな、ここだよね。3人、二宮もいるし。こういうところがね、本当暁台はなかなか難しいっすよね。で、二宮、ここはね、結構いるね、3人。眉村がまだタッグは組めないか。さてどうしようかね。二宮でいくか。で、次が12月の2週か。ちょっと1回精神を挟んでおきたいな。まあいいでしょう。で、12月の3週に練習してクリスマスを迎えると。まあ、そこら辺もね、無駄なくっていうところで、これで体力を減らしておきますか。練習に集中と。別にもうモテモテはいらないですからね。で、変化球、クオン君か。1人しかいないね。どうする。ここも結構すごいね。7位八島が減ってないんだ。やっぱりここもすごいけど、どうするよ。眉村もいるね。やっちゃうか。あとはね、タックに絡んでくれるとだいぶ楽になるんだけど、まあこれでね、なんか投手キャラで野手に負けるって、まあ普通にありますけど、どういうことだよって思いますけどね。でも変化球とか覚えてないからね、今。変化球で勝負だみたいなことやってもさ、つくもとかだったらさ、肩強いからさ、球速とか負けそうだしね。3本待つか。どうするよ。
いやーちょっとなー、7位5か。一ノ瀬倒すとね全員2位下がるからね。いやーちょっとここは木場からコツをもらっておくか、二宮を下げるかどうすっかな。わりかしちょっとスタミナ練習が多いよね今のところ。二宮を下げておこう。二宮を倒さないと一ノ瀬が倒せないんで、で一ノ瀬を倒さないとタッグが組めないんで、クオン君のメンタルを鍛えるのが早いね。やっぱり後指の人たちが少ないからな。このね選択肢がいまいちまだちょっとどれが何をもらえたっけっていうのがわからん。筋力だったか。さて野球が上手くなりたい。小吉か。小吉でもね回復するんですよね。でちょっと試験があるのでなんとなくコントロールは E にしておきましょう。で変化球をどうするかね。やっぱりフォークとかの方が三振を取りやすいかな。ちょっとまずフォーク6にするまではフォークを上げていきましょう。変化球、あーまた3本松かいっかな。倒しちゃおっかな。二宮一ノ瀬か。ここも悪くないね。ただうーん二宮一ノ瀬、まあ二宮を倒すと一ノ瀬は減るからね。三本松7位が2減ってちょっときつくなるかもしんないけどやっちゃおう。ほんとこの三本松7位ペアがね厄介っすよね。ま、変化球も強化されたし、うおー4、もう怒りとかはどうでもよい。さて試験を受ける二宮か。いや二宮もね能力高いからね、ここでね7位とか来られてもちょっと困るんだけど、ボロクソに打たれるからね。ほらもうほんとやだこいつら。うおこれはちょっと合格点無理かな。もうひたすらフォークでいこう。ストレートはねなんかすげえ危険だってね言われてるんすよね。本当だったらなんかストレートとフォークで織り交ぜていけばいいんだろうけど、あと1本打たれたら終わるな。あ終わった。あ危ねえ今のはラッキーだな。よしなんとか15点超えをした。よしカウントが下がって OKOK、まあ、怒りとかだったらなよかったんだけどね。さてここでじゃあまたあれか、スタミナかしょうがないよね。騎馬のコツがあって二宮倒して7位も1減らすことができると、これはもうやろう。で次が1月の3週のマラソン前なのでデートをして体力を回復しましょうって思い玉で、ここでの追求はちょっとさすがにできないんで思い玉は潰しちゃってもいいかな。それとも残しておくか。文字文字文字ってちょっと気持ち悪いよね。一般的なジャイロにしましょう。さてリラックスリラックス、マラソン前のリラックスをしよう。
デートってさ、実際結構疲れるよね。まあ、家でグダグダしてるっていうのは楽ですけど、外に出るとやっぱね、それなりに疲れるんですよね。いいね、ポイントが稼げる。よーし、行くぜ。すごい下りか。あんまり体力減らないからね。下りか、まあ、とりあえずもうこれずっと猛ダッシュでいいかな。これずっと猛ダッシュしてもさ、1位になれない時とかあるからね。すごい上りか。ちょっとこれは少し飛ばそう。もう一回すごい上りが来るかもしれないんで。ほら来た。これ思いっきり飛ばすと死ぬかな。ちょっとわからん。死ななかったかな。あー1位だ、やった。いやでかいね、ほんとでかいよ。クオン君か。ヤシマが2位下げられんな。7位が7か。まあ、ちょっとこれはヤシマを下げておくか。2月の1週か。ここはもう確実に練習をしておこう。メンタルか。次回復するんだよな。どうしよっかな。でも3人か。みんなそれなりにカウントがあるからね。やっぱ7位を下げておこう。ここはちょっとしょうがない。やろう。これで眉村の金徳が終わりましたね。よく三振にしたな。このバレンタインって経験点入ったっけ？精神がちょっと入った気がするけど。48か、かなり入るな。でまたここか。あと何人？ 1,2,3,4,5,6、 まあそれなりにいるね。コツを取りつつ一ノ瀬をぶっ倒すか。メンタルが上がる変化球をねちょっと上げたいんだけどね。いやぶっ倒そう。やはり倒せるときに倒す。一ノ瀬の方か。まあでも変化球ポイントはちょっと今のところあんまり稼げてないから。で全員2位下がったと。爆速ストレート、これは切りましょう。で、敏捷ポイントを取りに行きましょう。夜間これ絶対さ、もう部活サボってるよね。あいつらどこ行ったんだみたいな。一日中帰ってこねえじゃねえかよ。あ、そうか、キレも入るんだ。五十嵐つくもか。あれ、そうするとちょっと待って、何人になる？五十嵐とつくもをぶっ倒すと 1,2,3 だよね。そうすると7位がやばいな。7位がやばいからこれできない。8はさすがにやばいでしょ。ちょっと7位下げとこう。スタミナだな。スタミナ練習多いな。スタミナキャラを全く入れてないんだけどな。これはまあそうかも。これちなみにあれっすね、野手でやるとささやき破りのコツがもらえるんで、俺いつもなんか下にしてたんですよね。まあ投手だと逃げ玉ですけど、あとなんかすみかちゃんが彼女になってるとかなってないとか、四条を倒してるとか倒してないとか関係ありそうですけど、ちょっと細かいところは分かんない。またスタミナっていう。つくも倒すと外野陣が上がるんだっけ。なんかもう分かんなくなってきたな。ただ7位は下げておきたいからね。ばっかりだな。これでスタミナはもう5になったんじゃないか。あ、この2人か。厳しいね、本当に厳しいわ。メンタルにはいない。これはちょっとお出かけをしてデートで回復させましょう。
っぱりなかなか順番が難しいっすね。あんまり考えすぎないでやってもこうなるか。クオンのコツが来てるけど、これはヤシマを倒す、ちょっと待って、ヤシマ倒すとあと何人、ヤシマを倒すとあと3人やばいやばいやばい、それはやばい、それはさすがにやばいぞ、倒せねえなこれ。おとなしくスタミナでクオン君から変化球ポイントをもらっておくか。3月か、まあしょうがない。あれでも後イベの人たちってもうこれで全部イベント終わったよね。やっぱ早いね。公園行きましょう。で騎馬も2つ消化して、スミカちゃんも消化して、あとは一ノ瀬か、一ノ瀬があんまり進んでないのか。四条も何気にまだ1回目か、金徳の。ここら辺で五十嵐と七井を下げたい。七井が最優先かな今のところは。この順番ちょっとまずかったかな。頼む、五十嵐か七井、五十嵐か七井、下がらなかった、きっと1のやつだったんだな。まあさすがに無理だからデートをして回復させよう。これで4回目、次ですね、最後が。最後はね、体力が30くらいしか確か回復しなかったと思うんで、まあ、ただねこのお借りしたスミカちゃん45なんで、さてさてさて、五十嵐しか下げられんね。どうしようかな、騎馬から重い球はもう取っちゃおうか。重い球とジャイロボールをくれ、ジャイロボールを。これで五十嵐 OK でしょ。あとは7位だな。練習か、どうする。騎馬からコツをもらいたい気がする。コツが欲しいな。まあ、ここで回復もでかいよね。怒りか、どうしよっかな。五十嵐や島、やっぱね 3はきついよ、3は無理。3で6になるんでしょ。あ、頼む、よし、1でも今ほんと助かる。あ、これが出てくれてもよかったのか。もうただこいつらってみんなもう1とかだよね。まあ、適当に怒りでいいか。タイミングがちょっとよろしくなかったね。本当はねもっと打倒して上がった時に、怒り最後、怒り最後に回したいんだよな。やっぱりまたここで五十嵐倒してもな、だからな、ヤシマをぶっ倒す、ヤシマぶっ倒すとどうなんだっけ。まあいいや、コントロール、眉村もいるし、ヤシマぶっ倒そう。これであと3人。で、あと3人になったので、倍ですね。まあ1、1、1で、なんとか。よしよしよし、五十嵐が下がったか。精神にはいないか。まあただ6月のね1周のところでカウントが下げられるといえば下げられるんで、碇くんとか、デートをしてラストデートか。金徳さえよこせばもうデートはしない。ひどいな本当にこの主人公は。まあ、別にただね二股してるわけじゃないんで。うわ失敗したか。まあいいや、骸骨がないんでね、
いや、暁はやっぱりイベント盛りたくさんですね。まあ12だけでも結構いいでしょう。なんでこいつを先発にしようと思ったんだ。まあ一応打倒してるからか。いやまあ実際は監督の評価が高いからなんだけど。ではではでは、変化球をフォーク6、これは2球打ちかな。スタミナとりあえず C にしておいて、ちょっと筋力がだいぶハマってんな。145回はいけるかな。ちょっと残しておきたいからな。145で一旦止めておこう。で、精神がちょっとだいぶ余ってるんで、これと巨神像を取るか。そういえばもう別にタイピンとか取れないもんね。よし、巨神像取って、まあ、これでやりますか。でも高校生からすればフォークの6って相当すごいよね。いきなり点取られてるし、しかもバントだし。ナイス、二宮がね、やっぱりね、キャッチャー丸を持ってないっていうところがね、こいつら何なの。バントマンだな。え、なになになに、またバント、めっちゃ揺さぶってくんね。おめた、またバントだよ。ちょっとめっちゃ揺さぶられてるよ俺。お、ナイスだ。球速もだって145って高校生にしてはすごいでしょ。 OK、 1点しか取れないか。暁のメンバーってさ、なんかそれほど強力じゃないっすよね。7位とかはねめっちゃ強いんですけどね。うわ、やる気下がるんだこれ。同点でもダメなんだ。7位がぶっ倒せるな。あと何人、7位五十嵐怒りか。7位ぶっ倒しとくか。ちょうど変化球にもいるし。ちなみにさ、五十嵐って最後何くれんの。全然わかんないんだけど。あれだよね、これどうすっかな。まあ、やるか。野手だとなんか鉄人とかだったよね。投手だと復活だっけ。復活とかだったらありがたいんだけどな。まあ、怒りでもどっちでもいいんだけど。そうすると怒りはね、10人打倒してると甲子園行った直後の勝負があるじゃないですか。あれで三振取れれば奪三振のコツもらえるんで、まあ、歩村からちょっと取れなそうだからな。てかジャイロボールも取れてないからね。やっぱりね、暁台は、おわ、持ってかれる、危ねえ。コツが厳しいよな。フォークに合わせてきたね、やっぱり。さすがにこんだけ連投してれば。でもさ、このさ、結果を見てさ、監督はどう思ってんだろうね。自分の方じゃなくて、怒りの方。うわ、全然打てねえじゃねえかよ、みたいな。まあピッチャーだからしょうがないか。これやる気上がるかな。上がらんわ。でもまあ60ポイントもらえたのはさすがにでかいな。あ、これでやる気が上がるか。余剰の評価とかどうでもいいし。さて、牙どうする。クロスファイヤーって直撮りすると、うわ、結構技術使うんだね。ちなみに伸びって、あ、伸びも結構使うな。いいや。で、ほかほかほか、五十嵐が倒せるけど、まあ、ここはどうする。5月の2週か。5月の2週か、厳しいな。これやると多分もう次練習できないよね。回復しないと無理かな。5月の3週回復して5月の4週で五十嵐を倒せればいいんだけど、まあ、ちょっとそれでいこう。ちょびっと回復で伸びか。まあしょうがない。え、これだってさ、続ける意味なくね。
これでねちょっと回復してくれるといいんだけどね。え、これって体力減るんだっけ。1マスって体力減らないよね。よしよしよし。で、で 10% か。メンタルは確実に倒せるな。怒り最後にするか。で、怒りが上がるけど、6月の1周で怒りの申し出を断れば確か下がったよね。で2上がるでしょ。鉄腕はね別にコツ1でも全然軽いんで、まあ先に飛んで鉄腕を取りに行きましょう。いや養生はね本当暁台だとさすがだな。投手でも使えるっていうのがいいっすよね。経験点もでかいし、ちょっと鉄腕を見ますか。ね、内無双結構精神使うね。まあ精神は余るからいいんだけど、バント封じも取っとこう。さっきバントめっちゃされたからな。いや鉄腕さすがだね。これで取れるのか。特に骸骨とかなしで。ハイスピンジャイロやっぱ普通に取ろうとするとちょっくら重いよな。3とは言わないまでもコツが欲しいんだけどな。イカリックスがどこにいる。3か。あれいくつ下がるんだっけ。6月の1周って2とかね下がった気がするんだよね。まあ、クオン君のワンタック、まあスミカちゃんもいるし体力はそんなに削られないかな。まあ、ラブパとか発生してくれたら嬉しかったんだけど。で6月の1周練習してからか。これはもうちょっと普通に休息やりましょう。怒りは下げられるはずなんで。で次は寝て、まあそれか一応、あメンタル見たらメンタルにいるんで。あれ6月の1周って怒りなんかやってくんなかったっけ残ってないとダメなの。これちょっとまずいぞ僕がなんとかの評価を聞いてきてあげようかみたいなことを言ってくるけど、えマジか。それってあれか、人が残ってないとダメなのか。それは知らなかったな。じゃあ最後6月の4周、これはじゃあミスターゼロを取りに行きますか。どうだ、このチリ一つないグラウンド。惜しいな、奪三振が取れたまあいいや。さてこれイカリいなかったらさ、すげえショックだよね。またスタミナかよスタミナ太郎だなマジで。これだったらね牙じゃなくてね、例えば沢村とかを入れてた方が良かったかもしれないけど、まあ、そこばっかりはしょうがないからね。これもな15っていうのがちょっと微妙だよね。30くらい回復させてくれてもいいと思うんだけど。よしドクター K、 ドクター K とはいえここは寝ないとさすがに無理かな。てかやっぱり精神だね。休もう。で一応怒りとの勝負があるんで奪三振はまだ置いておきましょう。でまたちょっと確実に勝ちに行きたいんで、チャンスで全員操作でいきます。変化球は2球種目が取れますね。どうしようかな。スタンダードにカーブでも取っておきますか。精神がやっぱり、ね、余ってるから打たれ強さをちょっと取っちゃおう。でスタミナを B にしよう。でやっぱ急速だよね。152あれば大丈夫でしょう。挑戦状はまあガチャ動画でもねちょっと言ったかもしれないですけど、なんか挑戦状は
星井スバルの挑戦状と内容が全く同じみたいですね。てかなんで俺別にいいけど、ヤシマもねなんだかんだでパワーが C あるん でただここであんまり点を取りすぎちゃうとコールドになっちゃうんで、イガラシとかねこれねもう F だからねすげえ打ちづらいんですよね。これ最低でもねミートがね E ないとね厳しいっすよ本当に。これはヒットか。サワって誰、あ F 持ってくぜ、どうだ代打満塁ホームラン、すげえなサワっていうか眉村くんに変わってるし。経験点は多分ここですよね、その何人に投げてどこまで打たれたかっていう、で9回までやっぱり投げ切るのが重要だと思いますよくわからん俺もその投手の経験点については。ここはねちょっとコツを狙いに行きますか。またスタミナかっていう感じもしますけど、でもレベル5になるとそれなりに経験点ももらえますね。まあ、牙とかがいるんで上がってるとは思うんですけど、何キロ走ってんの俺マジで奪三振か微妙だな。まあ、ただね怒りをね三振に仕留められるかって言われたらちょっと微妙なところがありつつ、眉村尾のコツはねポーカーフェイスがあるんで、ポーカーフェイスですよポーカーフェイス、マジいらないっていう。キレもね欲しいんだけどね、まあ、ただ臨床ポイントはあるからいいか。キバとかだったらなジャイロボール狙いでいけたんですけど、てかさ一ノ瀬とさ変化球練習するの初めてじゃね。そうだよねこいつら実はあんまり仲良くなかったっていう、見かけだけの仲だったんだな。ちょっとアバタ君打ちにくいけど、変化球どうしようかな、まあ、3まではやっぱり上げときますか。3球種目狙いに行こうかな。そうすると技術が足りてないねやっぱり。技術不足か。眉村1枚だけだとちょっと厳しいのかな。お待たせ、まあ、養生兄弟がねどうしても精神に偏っちゃうんで。さあ次の投球、またボール超嫌だな本当に。第3球を投げました。おお、今振ればなんかいきそうな。こいつ三振なの。打つ。これはライアフライ。ダメだ。スクモか。あ、スクモだ。インドを渡してやろう。アバタ。スクモが。スクモに打たれたなら本望だろう。よし、おお、ノックアウトしてるね。ちょっと待って、球投げた、あ、しまったしまったしまった。第3球もう完全なボール球、カウントはワンボールツーストライクです。投げた、さらばだ、アバター見上げた。おお、抑えたね。これ俺投げてる、あ、投げてる投げてる、イエーイ。ヒット5本だからねすごいよね。9回投げ切ってヒット5本、うん、まあそれなりにもらえるね。ここでつくもが出てこないっていうのもな、ちょっとねやるなつくもみたいな。どうしようかな、寝よっか。さて奪三振はいらないんでボンダに抑えたいね。ボンダにフォークでいこう、フォークでカーブでいこうこれまあいいや空振りや。これ奪三振くれるんだよね。いやもういらないけど、うん、まあ、くれないってことは奪三振だったんだな。じゃあちょっと奪三振系を取りましょう。
ドクター K ですね、まあ、やっぱり奪三振が5あるとそれなりだけど、これハイスピンジャイロがきついな。ハイスピンジャイロがでやっぱり精神が余ってるっていう。暁大付属ね、余剰兄弟なしでもしうまく打倒ができるのであればかなり強いキャラが育てられそうだけど、俺にはちょっと無理だわマジ余剰兄弟がいないとね全員打倒できない。今回もねギリギリだったしね、2人入れて6月の4週でしょ。で大体こんなのがね続くんですよね。6月にそもそも行かないと絶対全員打倒できないっていう。いやー難しいわ。スタミナ練習はもうちょっとやるかもしんないから、これちょっとコントロール上げてらんないな。技術が足りない。まあエピローグ経験点とかも合わせてもう1ランク上げられるかどうかっていうところかな。まあ、スタミナはね多分 A にはできると思うんですけど、3本末こいつもね F だからね、ほんとやだ F 系の人ほんとやだ。7位が強いです本当に。ミート B のパワー A っていうで、パワー非合格でしょ。ちょっとスプリットはさすがに見送って、あースライダーもうちょっとだけ見だったか。7位の時に打てなかったのがちょっと。待って、ヤシマか。いや俺は狙ってくよ、余剰。いや俺は狙ってくよ、ちょっと待って、これ入ってくるけどちょっとスライダーだしな。いやこれちょっと待って、スプリットだしな打てなさそう。おお怖い怖い怖い。どうだ、ギャーやられた。いやまさかここでやられるとは。悲しすぎるぜ。まあミスターゼロとかね失敗してるからね。とりあえず152キロと変化球6にはなったんで、まあ、挑戦状用投手だしねこいつは。そもそも4位か。ハイスピンジャイロ取ろっかね。先発にして、まあ、ここでまたエピローグ経験点ももらって、96か、いいね。やっぱりレベル高いといいよな。そうだ、あと余剰だね。余剰がねやる気効果アップがついてないんで、まあ、経験点は6100。余剰がもう少しレベル上がってくれるとまたいろんなところに絡んだ時に経験点の底上げができるんで強くなったりするんですけど、スタミナは A にしておこう。変化球4球種じゃなくて、4にしとこう0ちょっと待って、そうするとハイスピンジャイロとか多分取れねえぞ。キレってどんな感じなの。キレ取るとハイスピンジャイロがギリで、そこからのまあ伸びはせっかく5にしたんで伸ばしておくでしょ。あとなんかあったっけ。カチューンとか普通に取っておきたいんだけど、ちょっと一旦置いとこう。球持ち取れなかったか。変化球ポイントが足りないんだな。そうするとやっぱり精神だね。精神の余り方が異常だな。これ緊急登板を直撮りして、要所もできれば直撮りしたい気もするけど、まずは根性系を取ってこう。闘志を取って、根性を取って、でそこから要所締めて、カチューンが取れなくなったけど、まあ、それはしょうがない。精神ダダ余りなんで、尻上がり先発だから取っておきますか。そうすると筋力余ったね。じゃあ弾道を上げたかったけど精神が足んなくなっちゃってるのか。じゃあどうする、どうするって話だよね。要所ちょっと外して、要所をちょっと外して、スタミナを S までには持っていけないか。ちょっと弾道を上げてパワー2
20にして弾道3とかにするとギリギリホームランとか持っていけるのかな。よくわからんな、よくわからんけど弾道3にしておくか。ちょっと待って、弾道2ってパワーはどこまで30とかになる？ならない。弾道3にしよう。もうどんなだよっていう感じだけど、よし、これでスタミナを上げていきますか。ミートをちょろっと上げて、臨床を上げて、これまあ無理やりポイントを使った感じですけど、 S1 かー、これがなー、やっぱり甲子園優勝とこまで行ってくれればもうちょっと伸びたとは思うんですけれども、まあとりあえずこいつは挑戦状用として、まあそれまでの間使っていきたいと思います。そうですね、暁大付属、これで余剰兄弟なしで、もしデッキを組めて、かつ全員打倒ができるような腕前があればかなりやっぱり強い高校だとは思います。まあ自分はね、もう最近ずっと余剰兄弟入れて前指が毎回圧迫される圧迫されるって悩んでるんですけれども、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。